さあ楽しい楽しい配合のお時間ですということで、今回はまあモンスター作って、あとちょっと闘技場ももう1ランク上が挑戦できるんで、そこら辺をやって、まあ、体験版は終了したいと思います。で、作るモンスターはもう調べてきて、まずはスライムタワー、そしてこのシールド小僧でスライムナイトができるんで、スライムナイト作っていきましょう。騎士道入れるでしょ。あと何入れる。こいつ何ができるんだ。あのパラメーターの伸びみたいなのちょっと見てみよう。あ、守備力で、あとバランスがいい感じだね。意外にヒットポイント低いんだ、星1だから。なるほどなるほど。ヒットポイントが上がるようなやつが欲しいんだけど、ヒットポイントがないね。あ、電撃の心を入れよう。なんかかっこいいよね、ライデイン使えるようになると。あと1個何入れようかな。防御とか騎士道で一応ベホイミ使えるようになるの。騎士道すごくね。アイキルトもあるし、ベホイミもあるし、ミラクルソードもあるしっていう感じだな。あ、素早さ上げんのはどうだろうな、ありな気もするけど、バイキルトはだってアッパーつけても結局ベホイミ覚えるっちゃ覚えるけど、でも電撃の心も鍛えていくとなると足んないから、これは悩みどころですね。防御はいらないな。パラメーターアップ、あ、素早さアップにしておこう。まあまあ言うても体験版だからね。イエーイ、スライムナイト完成。いいですね。で、あとなんかチョコゴーレムっていうのを作りたくて、まあ、ちょっとその素材を今回配合していきます。なんかこのドローザーとどれだ、ゴースト、これでフォンデュっていうのができてこいつ賢さ系だな。イエローソード、地の心、妖精、ギラがあるか。ちょっとジバリアってなんかあれだよね、最後に攻撃が入ったような気がするんだけど、まあ一応イエローソードも入れとこう。あと1個妖精、ちょっと待って、最終的にでもゴーレム系にするから、ちょ、守備アップ、ヒットポイントアップ、壁だな。で、そこからイエローソードにしとくか。まあまだまだ素材なんで、でこれでフォンデュができて、でまだフォンデュできたばっかだからレベルが足りないんですけど、フォンデュとなんかを組み合わせるっていう感じ。コロネだっけ、スライムつむりと、あ、そうそうそう、これで一番左なんかコロネのパンみたいなやつがいるんだけど、こいつで一回作ってみたいなところですね。で、あとうちの主力のドラゴンスライムとですね、まあ誰でもいいっちゃ誰もいいんだけど、ドラゴスライムをもう一回この作り直したくて、レベルの高い羽スライムを投入しちゃおう。で、ドラゴスライムにします。で、何をするのかというと、この息吹をマスターしたんですよ、まあ、100ポイント貯めて。で、さらに配合すると新しい上位のブレスマスターを覚えることができるので、輝く息まであるからね、これをちょっと継承させて、あとはまたどうしようかな、普通に回復もできるスラフォースとスパイスアップ、ここら辺をくっつけていきましょう。だから今回体験版だけど、もうめちゃくちゃ普通に最上位の魔法とかまでも組み合わせていけるんだよね、やっていけば。なんかそこら辺の制限は全くかかってないんで。それではチョコゴーレムを作ります。スライムコロネと泥人形で、チョコゴーレム、石頭、あ、スクルトあるか。
休みがドウォーリアーなんかここら辺にしようかなと思ってたけど、でも防御もさベホイミとスクルトがあるからな、石頭でも攻撃もありつつスクルトも唱えられて最後メガンテかどうなんだろうな、まあ、防御の方がいい気がする。完全にこいつはタンク役だな。防御入れてなんか石頭って防御と地の心のなんか混ぜ合わせた感じだな。ダンサーではないからな、どう考えても。休みガードで、まあ、守備力とかもだいぶ上がるから入れておいて、ウォーリアーは入れておこう。この3つだな。よし、これでチョコゴーレムを運用していこう。完成。まあ所詮チョコだからね。出場するか。ではエクサエリーナの F クラス、ここに挑戦していきましょう。まあ、大丈夫っしょ。やっぱり息のね上位版が強い。めちゃくちゃマジックパワー消費するけど、輝く息とか灼熱まではまだ覚えてないけど全然通用するからね。エクサアリーナ F クラス、ゴーレムちっちゃいな。なんかうちの暴れ後ろ2番目のやつなんだ、左から2番目のやつ。容赦はしないって言ってもまあオートで全然いいと思うけどね。激しい炎一匹殺した。ドルマを使ってくるか。皆殺し。ゲーかわいそすぎる。瞬殺だったな。スライムナイトをねライデインまで覚えさせてあるんで、ごつい系だな。一番右悪魔の騎士だっけ。鎧の騎士か。悪魔の騎士はあれか、もっと斧とか持ってるやつか。凍える吹雪。103人消えてった。メタルハンターがいるじゃないか。メタルハンターも作れるんだけどね、体験版で。ちょっとそこまではいいかなっていう感じです。まあただ倒していきましょう。激しい炎どんだけ効く。あ、まあ、でも90入んのか。サミナ的に大デイン意外に弱いんだよね。強すぎる。マジ炎と氷の息強すぎんだけど。これ E クラスも出場できるじゃん。行こう行こう、やろうやろう。さっきのは物足りなかったからな。また全然よくわかんねえな、柱みたいなのがいいな。しかしドラゴスライムの息の前ではお前らは無力に等しい。あ、なんかナスビ男の上位版かな、メランザーナとかいうのがいる。しかも一番右もブジュリンパじゃん111とか。わあ、うちのドラゴンか。全然当たらんな。追撃ライデイン。スライムナイト、まあ、魔法系ではないからね。完全に脳筋タイプだな。まあ、でもタンクが一人いるな、盾持ちの。これこそ息とかに弱そうなんだけど。シールドが大防御してるか。これは通らないよな、凍える吹雪も。5。まあ、今のうちに周りを片付けよう。基本追撃で倒せるかな。5 ちょっともうレベルが低いな。聖剣好きをやってきた。でもこれで終わるだろう。2とか。ちょっと待って、ゴーレム攻撃力が弱すぎる。ゲーギガントドラゴンではないか、さすがに。
ギガントヒルズね。デザートデーモンもいるな。まあ、アークデーモンとは違うかな。133、結構なダメージではあるけど、まああとウッチモラシをぶったたいていけば。ライデイン、ちょっとゴーレムちょうど10レベルにしたくらいだからね、もうちょっとだけレフル上げたいな。終わりだ。ま、手応えはなかったな。あとはこの巨大モンスターを倒せるかっていうところだね。まずは防御固めよう。スクルト2つ入れといて、スライムナイトはどうしよう。通るかなこれ。まあいいや、ちょっとサイクロプスで、どうしようこれ。息吸い込んで死んだらやったかんな。凍える吹雪普通に打っとこう。よし、これでいけ。早い、100、いいね、100はいくか。よし、スクッと1回入った。よし、早い。あ、アンカーなんとかか多分あいつ。これだ、149、耐えた。でもちょっと待ってね。刃砕きありだな。攻撃力下げる、まあ時々だけどね。一角にちょっとベホインで回復しよう。でドラゴスライム、マジ攻撃の要だからな。死んだら終わる。よし、耐えられる。ヒットポイントいくつあるかだよな、問題は。こいつが聖剣好き50。あ、こいつたまに2回行動するんだよね。余計なマジックパワーはちょっと使わないでほしかったけど、4から7ターンか。ちょっとこれベホイン2連掛けでヒットポイントマックスに保っておこう。聖剣好き、さっきあれ打ったからもうできないんだけど。シビ賢さでもね、意外に高かったんだよな。マジで、おお、危ねえ。痛いです。まあ、あの道具が使えるからね。しびれろ、思い切ったピオラ。勝手にさ、なんかやんないでくれる。今のうちに立て直そう。で、ちょっと待って、道具、魔法の水星も使っちゃおう。いっぱいあるし、別に道具引き継がないし。で、刃砕きはじゃあいいや。ここも回復でヒットポイントをまずやっておいて、あ、命中率下げるか。でもまあまだ麻痺ってるからね。攻撃しよう。で、スライムナイトは攻撃通るか。息吸い込もう今のうちに。よし、いけ。これをブレスダメージとか麻痺16。まあまあまあ1、ダメだ。ルカリとバイキルトも欲しかったな。で、毎回聖水は使おう。ちょっと小瓶の方でいいやん。で、こいつ攻撃通るでしょ。ちょっと待って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 。いいや、241、ライデイン40、ライデイン40、命中率減少。あ、もう麻痺が終わってる。そろそろスケルトもなんか切れそうだからな、重ね掛けしとこう今のうちに。じゃあもうライデイン無理だ、防御。あ、待って、また魔法の聖水でスクールと、一角にもスクールとだよな。で、スライムナイト、あ、もう防御しとこう。で、ドラゴスライムはちょっとあんまりマジックパワーがもう残ってないから、もう息吸い込もう。これを攻撃できることを祈る。ミス、よしよしよし。マヌーサがかかってるからな、結構でかいな、マヌーサで。そこから聖水で、ちょっと一回チョコゴーレム
の兜割りありだな。で、一角竜、一角竜はもう攻撃だな。スライムナイトはまあシビーだ、シビーで凍える吹雪、あと2回使える。ほっ、まあ回復させるもまだいけんだけどね。よし倒した強かった、経験値1302。まあ本当はねスタンバイキャラも揃えてればまあ保険にはなったけど、まあちょっとそこまで鍛えてる余裕もないからね。というわけでサイクロプス撃破したんで、まあ他にもいるけどちょっとまあ行くだけ行きますか。ケツからフォレストドラゴン、なんか炎とか入ってきそうだな。まあとりあえずスクルトスクルトはかけておくか。シビーとか効くの効かなそうだな。一応やってみるか。でもうここ息を吸い込もう。なんか道具ある？ふん、少しダメージを与える。メタルストーンは、まあ、メタルスライムに使えて、怪しい薬って何？弱体効果。まあいいや、ちょっとフン使ってみよう。意味なさそうだけど、ゼロゴミやんけ。一回行動だったら助かるんだけどな。ダメだ、入らない。でベホイミの眩しい光とか、さっきここら辺が入ったからねだいぶ楽だったけど、聖剣好きでいくしかないか。マジックパーが少ないんだよな。大抵のがいいか。こっちどう考えても炎のが効くよね。死ぬなよ、危ない。やばいやばいやばい。201、ダメだ。あー痛いー。36あれ縛りかな、発動がなかったな。どうする、いやひたすら刃くら来てもライデインだな。ちょっと待って、回復薬回復薬で、チョコはベホイミで、だからドラゴンスライムでしょ。一角は刃砕き、もうライデンでちょこちょこダメージ与えていく。で激しい炎、まあ、灼熱とかまで覚えさせればもっと楽にはなるんだ。グホワッハ、やばい死ぬ。なんかすげえめっちゃ連続攻撃してきたんだけど、壊滅状態になった。ミラクル攻撃終わってるわ。回復された、もうどうにもならん。バーストでもゴーレム硬いな、さすがに。攻撃力減少、自利品だ。ジバリカ結構厄介だな。おすげえすげえ、全然ダメージ食らなくなった。あの攻撃力下がってるから痛い。おすげえ、めっちゃ耐えるわ。タンクとしてはやっぱ優秀だな。でスタンバイ出てきたけどもう無理です、さよなら。あとはこの煉獄にいるドラゴン、こいつに挑む。これランク的にはさ E ランクモンスターなんだよね。いきなり強い、待ってスタンバイになってたけど、激しい炎を使ってくるか。いやもう死んで全員入れ替わるだろ。ここでなんかいろいろさデバフかけとくのはありかもね。なんか全然大きさが違うんだけど、ベビーパンサーとドラゴン。さあこっからが本番だ、見せてやろう。スクルトっていうよりはなんかフバーハとかあった方が良さそうだけどな。ちょっと守備力下げよう、まあ、下がるかどうか分かんないけど、で一応スクルト1回取らないとこう。スライムナイト何がいいんだろうな。シビーはもう効かなそうだからライデン、え効
か吹雪かって言ったら吹雪の方がいいか。効くかこれ両方とも。98食らうのか。それでもガー落ちた。91、まあまあまあ通るわ通るわ。ガイデイン26。あ、そうちょっと火力が下がるんだよね2回行動になった時。でもいいや、あとはお任せします。88。サイクロプスどれくらいあったっけ、ヒットポイント。こいつは多分炎に強いな。攻撃力めちゃくちゃ減少してんな。バーストモード22、効かん。オゴエル吹雪137。あれ2回行動になってる。3 ちょ回復してくれ。ベホイ持ってんだろ、ソードドラゴンみたいなやつ。でバーストモードうまく機能してくれれば倒せるかもね。自分かい。まあまあまあ一応、あ条約層でか、60か条約層でも魔法の潜水使っとけばよかったね。なんかバーストモードでいけそうな気がしたけど、まあいいや。対策立てればね、まあまあまあなんとかなりそうだけど。バーストモードって何ターン続くの。あもう終わったか。まあどうせもうあと何にもやることないから聖水一応使っとこう。これは48。あんまり、あそうか攻撃力下がってるからか。死んだ。もうどうにもならん。まあ、デバフとか入るんだったらかなり有効だな。だいぶダメージが違うもん。誰かフバーハ覚えるやつあったんだよな。ま、というわけで、サイクロプスを倒すことができたので、まあ、とりあえず、まあ、満足っちゃ満足ですね。まあ、あとはここら辺のモンスターを引き継いで、製品版の方にやっていければと思います。金が半分になっちゃった。ああ、神よ、なんてこった。というわけで、ドラゴンクエストモンスターズ3。いや、体験版でもめちゃくちゃ楽しめるね。もう突き詰めようと思えばもっともっとできるからね。まあ、あとちょっと、体験版はここで終了して、製品版の方を発売したらやっていきたいと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方と高評価いただければ幸いです。